おはようございます。今日は12月の25日クリスマスイブです。イブじゃん。え、あ、そっか待って12月の25日です。朝6時です。今日はですね、あのツアーの参加者が1名いらっしゃいます。はい、本日のゲストはキメリクさんです。どうもよろしくお願いします。あの朝6時からお集まりいただきました。ということですね、あの今日は2000円で行く、あ、まあ、正確には2400円なんですけど、2400円で行く、あの悪徳鉄振り主催の旅行パッケージツアーということで、あのご参加いただきありがとうございます。あ、ちょっとどこ行くの、どこ行くの。最初にまず乗るのは加古川姫路方面普通電車の6時23分発播州阿古駅です。5番線からの出発。本日は JR 全線乗り放題、こちら青春18切符を使います。ちなみに17歳と17歳です。5番線に快速電車が入線してくると思えば普通電車でした。しかも回送のマークを出して人を乗せずに、幕が壊れてた。こんなわけで僕が乗る6時23分発の電車はまだ来ない、そんな感じになっております。現在時刻は6時18分ですね。だいたい5分前になりました。ということでクリスマスの日、早速2400円、悪徳鉄振り主催のツアーがスタートです。後ろ寄りに乗れば淡路島あくまで行くことができるんですが、今回はまず姫路までこの電車で向かいたいと思います。2400円の悪徳ポイントとして、まず、旅行前にですね、新幹線に乗らないということです。まず今回の動画ではですね、新幹線特急電車には一切乗りません。そして入線してきたのは225系200万台、普通電車の姫路駅です。始発電車ですので西明始発、誰もお客さんが乗ってないです。3番線にも列車が止まっております。3番線の電車は快速電車の前払い、ここから明石、神戸、京都方面へ向かいます。今俺普通におにぎり食う。あたりはまだ真っ暗、西明石駅を出発しました。姫路まで向かいましょう。決めていません。ではどれに乗っていこうか、それは今から決めます。悪徳っぷりです。さて東の空もだんだんと明るくなってきまして、到着するのは新快速停車駅加古川駅です。兵庫県 JR 神戸線姫路までは新快速でいうとあと一駅ですが、ここから15分かなぐらいまたかかることになります。加古川駅1番線に到着、退避はないようです。すげえ傾いてる。曽根駅、おっとぴったり合わすとこんな感じです。若干傾いてるんですよね。あ、もう直っちゃった。この後姫路駅にて約10分ほど停車いたします。行きそうです。姫路駅7時10分の発車です。
後ろ側が播州阿古行き、こっち側が姫路行きです。こんな感じで切り離しを行うようです。あれ、奥にあるのはラッピングのやつですけど、やってきました。これで無事切り離しが完了ということで、前側225系100番台と後ろ側223系2000番台切り離されたわけです。電車播州阿古行きというふうに書いています。乗ってきます。さて、西日本兵庫県一番西側最後の大都市姫路市を出発していきます。ずっとポイントを渡りまして、この線路の奥側、さらに奥側には紀新線神津崎佐用方面に向かう新線の線路もあります。そして奥側には新幹線の線路。メリークリスマス。岡山行きです。さて、いや書いてない書いてない C06。 さて、こっからですね、国鉄車に乗り換えということになります。2つの扉トイレチェックタイムです。さっきはせんか、トイレチェック完了。キムユクさん、はい、犯罪を犯してしまいました。今何時だと思いますか？今7時55分です。7時55分ですよね、はい、午後の紅茶を午前に買ってしまいました。何の話や。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。阿古線、姫路線、西大寺方面列車の岡山行きです。線は備前付側、東郷、平瀬の順に終点の岡山で各駅に停まります。10分、最大時9時13分。めちゃくちゃ時間かかりますね。終点の岡山には9時35分に着きます。速報です。ただいま当列車は兵庫県を抜けまして岡山県に入りました。ここから岡山県岡山市瀬戸内の方をずっと走っていくことになります。はいはいはい、ゲスト、アリバイです。はい、 OK です。 OK です。じゃあね、この今撮った写真ね、2000円で販売しますのでフォトフレーム付きでどっかの誰かさんみたい。長船駅ですが、瀬戸内市、気温は約3度、ほぼ晴れ、最高気温10度。今日はクリスマス25日、おとついがすごい寒かったんですけど、今日はあったかいですね。9時35分に着きます。あ、もしもし、どこいます？今貨物が通過してるんですけど、福山レイレックレン。どうも、はじめまして。身長高
身長多いの。あー気持ち悪い。岡山城、岡山後楽園、そしてここが大ターミナル、1番線から8番線、9番線、10番線と岡山駅、岡山ステーションです。まとまります駅は岡山を出ますと、瀬戸、寺山、小島、高池、終点、高松の順に止まってまいります。11時12分から快速マリンライナー25号です。さて快速マリンライナー高松駅です。今から乗っていきます。さて乗り込みますか。ではではまたいつか会いましょう。快適だったね。めちゃくちゃ快適だったね。これは折り返しマリンライナー32号12時40分発の岡山行きます。とりあえず何食います。うどんじゃないですか。いやうどんは分かってる。どこのうどん屋に行くか。駅にもあるしトイレ行きたかったんだよな。ここでエンディング撮った方が良かったな。ということで皆さん今回はご視聴ありがとうございました。 JR 高松駅、四国の高松駅までですね、快速マリンライン走行でした。ではまた他の動画でお会いしましょう。新年明けましておめでとうございます。新年明けるんかあの撮影日はああうどんって書いてあるな。そこに高松名神館。あお土産はそこで買える。そうだね、お土産買うならここで買い。さぬきうどんっていうのもあるし、あこれじゃない、これのことじゃない、これメディケン屋って、これここのことじゃない。さぬきうどんです。さて今回の目玉商品でございます。うちのツアーの目玉商品さぬきうどんを食べに行きましょう。食べましょう。肉かまさまうどんのそうです。僕もそれとプラスさつまいも頼みました。いやいいね。じゃあ食べましょう。はい、今日のゲストはこちらです。いいね、忘れてなかったら送るわ。マジでどこ行った。出ないっすね。どこ行ったあいつ。外に向こうがいるかもしれないからちょっと見ていきましょう。なんとですね、手作りツアーズ添乗員の手作りがあの旅行ゲストの方をですね、なんと失踪させてしまうということが発生しました。これも悪徳っぷり、悪徳ポイントです。あ、もしもし。はいはい。どこにいます。さっきの店です。さっきの店、まだ店。あ、悩んでんの。ビビった、マジでお前、さっきになんか電車乗り行ったかと思った。いやいや、ずっと俺で。あ、OK、最初。店の周辺みたいな、その、いろんなあたりを。あーマジで、もう高松駅のさ、あの駅出たところ、セブンイレブンの外側にいるんですけど。いやー、たぶんまだ悩むから答えしてくれた。あーオッケー、セブンイレブン中行けばいいんやな。じゃあはーい。時刻は13時1分、当時乗ろうと思っていた列車が13時この高松を出発する列車なんです。なんと乗れなくなってしまいました、13時発の列車に。これはひどいですね。ということで行きましょう。まだいるんかいな。駅名ミント、いらねえ。ミント食わねえ。やばいって、早くしてくれ。13時発の電車行っちゃいました。電車乗り遅れました。イコール終わりです。ここで乗ります。その次の乗ります。ゆっくりしてください。ということでですね、時間だいぶ押しました。13時23分、
いよいよ高松実行駅行きます。ここからですね、次琴平という場所まで行こうと思います。じゃあ早速行きましょう。今回の2400円のツアー、琴平駅まで1時間ほどかかりましたよ。琴平駅降りてきました。じゃあ、琴平駅でですね630円を利用したということで、ここから JR 琴平駅の方に向かいます。遠い？遠くはないです。歩いて行ける距離です。多分みんながね行ってる方向には、琴平駅だから。あれ、あ、そうだ、あれだ多分。いや違うから、わからん。なんか緑色のバス止まってるし。本当だね。40分もこの待つの？いや40分も待たない。40分もないはず。14時38分でしょ。15時13分もう3時。ここで待ってたら絶対あっちで待ったから。さあできましたよ。観光バスも止まってる。いやせっかくだからさ、琴平駅何すんの？なんかあんの？知らないです。琴何これ、これは終点しか覚えてない。琴三バス、琴平延長運転ってやつね。あそこにもなんか止まってますけど。さて観光観光、弘法大師空海すごい京都みたい。京都の攻める観光案内所見よう。あの30秒で観光できるとこ探そう。怪我してチョン切ないけど怪我すんなよ。え、懐かしいジャングルジムとか。さすがに一番上危険やろ、さすがに。やばい。左手に青春18切符と携帯持って、右手にカメラ持って、おっぶねー。普通15時13分発高松駅、特急もあるけどね。寒い。あれじゃない、高松駅でしょ。あれに乗って高松方面へ向かいます。さっき高松来たんだけど、琴平、きんぴらごぼう。寒いね、なんか買おうとは思わないわ。でも寒い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 。いざ乗車。もうエコ7200シリーズトレイン。すげえ。北海道ちゃうし。丸亀駅です。お近くのドアボタンを押してお乗りください。丸亀駅ってすごいんかな。丸亀製麺好きっすか。いや普通に普通に好きっす。あ、何の買いない。2つでこれ乗って岡山行きます。寒い。おお。さて岡山へやってきました。あ、レールスターや。疲れたね。あ、まあ普通にこれで乗り越えた。寒い。明治駅です。さて今日の悪徳ツアーも最終盤に最終段階に入りました。最終段階もうあとは帰るだけですよ。
でもまあまあこんな時間なんでお腹が空くじゃないですか。姫路に来たらやっぱあれですよね。姫路に来たらやっぱあれですよね。ってことでちょっと本当にあの姫路に来たら吉野やろ。いや本当にちょっと漏れそうなのでトイレ行かせてください。あのここは姫路駅の北側にあるなんかよくわからないイルミネーション施設なんですけど、これね JR 西日本のこれねあの青色の LED に照らされると人の気持ちを落ち着かせる効果があるっていうなんか心理学的な効果があるらしく、多分このイルミネーションは自殺防止キャンペーンのイルミネーションなんでしょうね。初めて知りました。すごい姫路はすごいすごいあの人を大切に思う気持ちがあるそうです。ほこりついてる。営業中。はい、じゃあ食べていきましょう。いや、学生なんです。はい、何もやっておりませんね、これは。あ、じゃあここはやってない。うちが。じゃあ、取るんですね。いただきます。今日の夜ご飯です。ありがとう。食べましょう。あー、疲れました。さて今日のですね2400円のクソ安いですね旅行代理店のツアーなんですけど、オプションもろもろつきまして最終的には5000円ぐらいに膨れ上がった、こんなツアーでした。ということでですね、西明石、朝6時に来たところに戻ってきました。はい、朝6時20何分発かな6時にお集まりいただいたので、ということで今回の動画は終わりです。今日はゲストにツアー参加者1人来てくれました。そしてですね、途中ツアー参加の途中にですねサプライズゲストが何人か来てくれました。ということでご視聴ありがとうございました。悪徳ツアーのお話でした。皆さんもぜひ僕に申し込んでくれたら悪徳ツアー開催します。